DH に専念しなければ達成できない目標がありますからね。ドジャース1年目から打者としての活躍を目指して自主トレに励む大谷翔平選手、手術の影響でオフのトレーニングに制限がかかることも心配されていましたが、公開されたあまりにも異質な練習内容に全米が衝撃を受けています。スタジアムに住んでいるのではないかと勘違いされてしまうくらい毎日のようにグラウンドで汗を流す大谷選手ですが、投手としてプレーできなくなった今だからこそ達成したい記録があるのだそう。同僚や他球団の首脳陣も絶賛する。ある能力を徹底的に磨くための練習に力を入れていました。 DH に専念することで達成できる記録とはどのような内容なのでしょうか。同僚を刺激する自主トレメニュー。シーズン開幕に向けた練習に明け暮れて毎日のようにドジャースタジアムで目撃される大谷選手、天才の野球に取り組む姿勢は早くも新たな同僚となる選手たちに大きな刺激を与えているようです。本人にとっては至って普通のことであり、試合で結果を残すためにできる限りの準備をしているだけのようですが、ドジャースナインからは驚愕の声が聞こえてきます。米メディアドジャーブルーの公式 SNS はファンが最も気になっている大谷選手の今の様子にスポットを当てると、グラウンドで打ったり投げたり体を動かす姿を公開。ビザを申請するため日本に帰国していたことが明らかになっていますが、すでにロサンゼルスに戻って練習を再開しているようです。そんな大谷選手の姿を変人と表現しているのは、怪我の影響で2023年のシーズン全てを欠場することとなったギャビン・ラックス選手。地元スポーツ専門局スポーツネット LA の番組で自身が目撃した異様な光景を紹介しています。彼は何事も超ライトに、でも仕事をきっちりこなす。ウェイトルームにこもってリハビリにも集中している。隣に立ってみるととても大柄だ。昨日はうちの球団で最も高くジャンプしていたよ。大谷がスタジアムでやっていることは信じられない。でも彼の近くにいて仕事ぶりを見て少しでも彼のやっていることを知ることができたのはとても素晴らしいことだ。今年は大谷と一緒にたくさん得点を決めることができると思うと、一流すぎるオフシーズンの過ごし方を大絶賛。早くもチームメイトが影響を受け始めていることについて言及しています。中でも驚きを隠せなかったのは、体のあらゆる部位を鍛えるために意図的に練習メニューを変えていく姿。グラウンドでは声をかけても反応がないくらいに集中しているようで、一切の妥協を許さない野球との向き合い方に感化されたことを明らかにしています。ラックス選手曰く、大谷選手から学べる機会は野球人生で最も貴重な時間になることは間違いなく、プレーするモチベーションにもつながっているのだそう。確かにチームメイトに優しい大谷選手はあらゆるアドバイスで選手の成長をサポートしてくれそうですよね。ドジャースで試合に出場していなくても存在するだけでチームは強くなってしまいそうです。このように早くもチームメイトから熱い眼差しを向けられている大谷選手ですが、今オフには新たな目標が見つかったようで、上半身ではなく下半身を重視したトレーニングを自ら練習メニューに取り入れていることが注目されています。これも全て DH に専念することでしか達成できない、ある記録を達成するためだと言われているようです。目指すは相手にとって厄介な2番打者。 MLB 公式サイトをはじめ複数の米メディアが公開したドジャースの新たな打順予想。どのメディアでも大谷選手は2番 DH として上位打線を担うことが予想されていますが、打撃に専念する中で盗塁数にこだわることが新たな目標になっているようです。エンゼルス時代もチームの主砲マイク・トラウト選手の前の打順2番打者として起用されることが多かった大谷選手、投手として試合に出場できない今、自分にできることを突き詰めた結果、足を使ってチームの得点パターンを増やしたいと別の角度からチームに貢献する方法を模索しているようです。近年のメジャーリーグではルール改定でベースの大きさが拡大されたこともあって盗塁への意識は高まっており、ブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア選手が昨年記録した盗塁数は驚異の73個。大谷選手も2022年の11個から20個へと盗塁数を伸ばしていますが、まだまだ伸びしろはありそうです。二刀流でハイレベルな数字を残す中で
2年前には盗塁成功率が 72% から 55% と下降したことを気にする姿もあり、下半身に特化した練習で持ち味のスピードをさらに伸ばそうと考えているとも。過去の自主トレでは計測装置を使ってトップスピードでダッシュするための走塁フォームを自ら研究、専門のトレーニングスタッフと共にデータを確認するなど、やはり走塁への意識は高いのでしょう。今僕にできることはホームランと盗塁でチームの得点を重ねること。このようにポジティブに考えている様子も想像できますね。投打に注目が集まりがちではありますが、大谷選手はスピードもメジャートップレベルで、その実力はすでに証明済み。昨年の8月26日に行われたメッツ戦では3打数2安打2盗塁と躍動して勝利に貢献し、その日の解説マーク・グビザ氏は、リッキー・ヘンダーソンのようです。歩かせたりデッドボールを与えるとあっという間に三塁へ行ってしまいます。彼の速さに尊敬の念を抱いていますと、メジャーリーグ史上最多の盗塁数、通算1406盗塁の記録保持者であるヘンダーソン氏に負けない大谷選手の脚力を絶賛しました。また各球団においても大谷選手の走力を警戒する動きがあり、ヤンキースのアーロン・ブーン監督は、大谷選手の何が一番すごいかという質問に対して、あまり話題に出ないがスピードだ、彼は最も速い選手と話したことも。2024年は投手としての負担がないだけに、例年以上の盗塁数が期待できるかもしれませんね。日本人選手としてはイチロー氏以来となる盗塁王に輝くことができるのか、注目したいポイントです。投手大谷の意外な復帰プラン。大谷選手にとって2024年はとにかく打撃に専念する1年間となりますが、それでもファンが気にかけているのは、本当に投手として復帰できるのかどうかということ。投球練習は休止するのか、あるいはレギュラーシーズンと並行して取り組むつもりなのか、そんな疑問を抱えているファンも少なくないでしょう。2018年10月にトミー・ジョン手術を受けた際も、翌年の2019年は打者専念を選択した大谷選手。それでも試合に出場しながらリハビリを続けて、ブルペンでの投球練習を本格化させると、なんと年内にはリハビリを終えて復帰する準備は万全だったといいます。今回もすでにキャッチボールを再開しており、シーズン開幕後も早期復活に向けた投球練習に力を入れることでしょう。しかしながら2019年の9月にはリハビリで体に負荷をかけすぎた影響もあったのか、別の部位を故障してしまい、新たな手術を受けています。同じ悲劇を起こさないためにも徹底した体のケアをお願いしたいところですね。とはいえ、当時の体制とは異なって、ドジャースには手術の担当医がチームの専属ドクターとして在籍しており、何か異変があればすぐにドクターストップができるため、ファンは安心してその成り行きを見届けることができそうです。ネット上では、翔平はいつも無茶をしてしまうからね、ドジャースの環境は彼の二刀流復帰を間違いなく後押ししてくれるよ。打撃に専念するバッターボックスの大谷は、相手バッテリーに想像できないほどのプレッシャーを与えることだろう。登板機会のない今季しか見れない姿かもしれないね。この1年間は他の投手陣に任せて、打者として存分に暴れ回ってほしいよ、などと、移籍1年目の活躍に期待する声が高まっています。チームメイトを驚かせた練習へのこだわり。グラウンドで顔を合わせたドジャースの選手たちに丁寧な挨拶を交えて、少しずつ仲を深めていく大谷選手。君とチームメイトになる日を夢見ていたよ、と歓迎ムードで受け入れられています。また、米メディアドジャースネーションのインタビューに登場したクリス・テイラー選手は、初めて目にした大谷選手のトレーニングメニューに衝撃を受け、オフシーズンのこだわりが試合で活躍できるゆえんであることに気がついたようです。映像では次のようにコメントを残しました。ドジャースタジアムにトレーニングしに行くと、常に翔平を見かけるよ。彼のトレーニングへの姿勢は本当にすごい。すべての動きに対して驚くほど細部までこだわっているんだ。一つの動きごとに、あれほど時間をかけている選手を見たことがない。ケージ内でのスイングやグラウンドでのダッシュをとっても、とてつもなく集中しているんだ。練習でもまるで試合をしているかのような状況を作り出すんだ。見ていて特別だよ。細部まで気を使っているからこそ、今の彼があるんだと思う。
特に大谷選手が工夫しているポイントは、試合をイメージして練習を行うこと。打撃練習では実戦を想定してわざと打席を外すなど、次のスイングに移るまでの間にあえて時間を取ることもあり、トレーニングに対する意識の違いには同じメジャーリーガーも驚かされるばかり。練習の時から全力で野球を極めようとする姿は、なんとも大谷選手らしいと感じますね。投手復活が予定される2025年シーズンがとても待ち遠しいのと同時に、今できることに対して真摯に向き合う大谷選手を応援したいですね。皆さんは今シーズン打撃に専念することで盗塁数を大きく伸ばすことができると思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。